イーリング・ブロードウェイ駅は、ロンドン西部のイーリングにある、ナショナルレールとロンドン地下鉄の駅である。この駅に発着する、ナショナルレールの列車は、グレート・ウェスタン・レールウェイ及びヒスロー・コネクトが、運行を担当している。ロンドン地下鉄は、ディストリクト線イーリング支線とセントラル線が発着し、共に、西の終着駅である。合計で9番線まである、地上駅。駅は、 ヘブングリーンに面し、ブロードウェイの少し北にある。この駅はトラベルカードゾーン3に属する。1838年4月6日、グレートウェスタン鉄道は最初の区間であるパディントン駅タプロー駅間を開業させ、路線はイーリングブロードウェイ駅がある場所を通過していたが、この際には駅は設置されなかった。イーリングブロードウェイ駅は そのすぐ後の同年12月1日に開業した。開業時、地域の唯一の駅であった。この駅は、当初、イーリング駅と名付けられていた。この名は後年、現在の名称に変更された。1879年7月1日、メトロポリタンディストリクト鉄道が、リッチモンド線のターナムグリーン駅から分岐して、この駅まで、新しい支線を開業させ、 同鉄道が営業を開始した。MDR は GWR の駅の北側に独立した駅舎及び別々にプラットホームを建設した。1883年3月1日から1885年9月30日までの短期間に終わったが MDR の列車が GWR のウィンザーイートンセントラル駅へ運行した際には MDR の列車は GWR の駅にも停車した。ディストリクト鉄道は1903年に都心方向からイーリングコモン駅を経由してサウスハーロー駅まで路線を電化したのに続き1905年にはイーリングコモン駅とこの駅との区間も電化した。イーリングブロードウェイ駅には1905年7月1日に最初の電車が走った。初代のレンガ造りの MDR の駅は 1907年と1916年の間のいずれかの時期に、石造りのビルに建て替えられた。第一次世界大戦前に GNR はイーリングとシェパーズ、ブッシュの間に新線を建設し、ウェストロンドン鉄道に接続する計画を立てた。セントラルロンドン鉄道は、当時終点だったウッドレーン駅から北方向に、 GWR の線路に合流するまで短距離の線路を延伸することで、この新線で旅客輸送をすることになった。1920年8月3日にイーリングブロードウェイ駅への CLR の列車の運行が開始された。最初は中間駅はイーストアクトン駅だけだった。1920年から最初は別々の会社であった m r を呼び、CLR は ロンドン地下電気鉄道により所有されるようになった。にもかかわらず、CLR の列車のホームは、GWR とディストリクト鉄道の間に建設され、GWR の駅で営業した。1970年代に GWR の駅は取り壊され、下層部に駅舎を呼び、店舗、上層部にオフィスが入る、コンクリート作りのビルへと再築された。 新しい駅舎はすべての路線に対応し、離れていたディストリクト線の駅舎は閉鎖された。現在旧駅舎の建物は店舗となっている。2006年7月8日、この駅で14歳の少年が侵入するディストリクト線列車に引かれて死亡した。複合駅には9番線までホームがある。ナショナルレールが1から4番線、セントラル線が5.6番線。 ディストリクト線が7から9番線である。1.2番線は通り抜ける列車用である。3番線にはロンドンを離れるをデザインする以前の初期のソリッドディスク地下鉄マークが使用されていた多くの特徴を残している。セントラル線も天外を共有しているがナショナルレールのホームはいくつかある。待合室を除いて屋根がない。日中の運転パターンは以下の通り。 クロスレール1号線がこの駅への停車が予定されていて2018年から運行開始の予定。運行に伴ってネットワークレールによって様々な変更をする予定。ロンドンバスの65、83、112、207、226、297、427、607、E1、E2、E7、E8、E9、E10。 E11 系統と、ナイトバスの N7、N11、N207 系統が当駅を経由する。ありがとうございます。